become a painter. I then start running rally.
とやっていく。全然違う。ビフォー白く輝いてるやん。劇的ビフォーアフターやん。
that. It was that time when he had the right of. It was that when we arrived.今週はね、ちょうど使い切って物がなくなって買い出しに行ったりとか、あとね、シャワーヘッドが壊れたり、動画編集のデータがね、壊れてしまったりと、何かとハプニングで時間を使うことが多かったなというふうに思います。ただ、そんな中でも自分が定めた最低ラインはしっかりと毎日やりきりました。英語で言えばね、最低1日1時間。細切れでもいいから合計して1日1時間は勉強するっていうふうにしてるんですね。1日1時間勉強するって聞いた時に、皆さんどう思われますか？それが多いと感じるのか、はたまた少ないと感じるのか。それはね、体感によって様々なので、その人のね、感じ取り方次第だと思うんですけど、日本人のね、一日あたり勉強平均時間が、まあ、5分とかそれぐらいらしいんですよ。最低でも12倍は一日一日コツコツ積み重ねてるってことなんですね。そう考えると結構多くないですか？まあ1時間以上ね、勉強してる日の方が多いんですけど、どういうね、感じで過ごしてるのかっていうと、自分の中でデッドラインを決めて、そっから引き算方式でタイムスケジュールを組んでます。ざっくり分ければ、1日6時間ぐらいは寝てるわけなんですよ。24時間のうちの6時間ですね。なので残りが18時間を自由に使える時間があるわけですよ。その中でご飯食べたりとか、トイレしたりとか、ご飯買いに行ったりとか、まあいろいろあるじゃないですか。で、その18時間の中から、まあ、その食事、もろもろの時間をさっぴいたら、まあ、何時間になるんやろうな。まあ、仮に10夜としましょう。10夜として、まあ、お仕事がある人からだったら、なんか7時間、8時間、働くと思うんですよ。仮に多い日やとしたら8にしましょう。で8、いいと、2残るんですよ。ということはよ、最大2時間は勉強できるわけなんですよ。じゃあ2時間勉強できるのに、なんで日本人のほとんどの人が勉強せえへん、でけへんのかなっていうと、だからスマホ見たりしてるっていうのと、脳がね、一番働く時間帯、午前中にやっぱり仕事する人がほとんどじゃないですか。家帰ってきたらクソ疲れてるわけなんですよ。仕事なんかした後頭働くわけあらへんと。それはね、2時間あったとしても勉強しませんわね。するんしんどいもん、絶対。だからね、自分の場合は勉強できるようにするために、朝からじゃない仕事をしたり、自分の中でデッドライン決めて、タイムスケジュールを組んで作業してます。まあ、いろいろね、話しましたけど。でも、その人は23時になってるからね、そろそろ寝ますわ。今週もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ。